キャッツのライブジムにようこそ。はいどうも、B'z大好き YouTuber のハルです。今日なんですけどね、はい、届きましたよ。ついにあいつたちが届きました。それがこちら。よいしょー、重たいぞ今回も。はい、これが何かと言いますと、タック松本ソロツアー Here comes the blues man のツアーグッズです。イエーイ。はい、届いたんですよ。やっと届いたよ。なので、ね、これ今日ね、商品レビューしたいと思います。はい、生一丁喜んで。じゃあもうね、早速開けていきたいと思います。結構ね、重たいんですよ。よっしゃー。はい、それでね、今回も全種類買いました。はい、全種類買いました。大人買いです。はい、じゃあ見ていきましょう。はい、それではね、まず、着るものからいきましょうか。やっぱ定番のツアー T シャツとかね、その辺からいきましょう。はい、じゃあまずね、ツアー T シャツ、ネイビーですか。はい、こちらもね、開封したいと思います。はい、おー、どうですか。ジャケットと同じやつですね。そうだね。はい、表はこんな感じで、裏がこっちですね。これも、本来やる予定だった日付ですね。そうですね。はい、稲さらの時も言いましたが、ここに書いてあるやつはね、本来やる予定だった日程ですね。実際は、来年2021年に行われるんで、ちょっと違いますよね。だからレアなんですよ。はい、じゃあちょっとね、これ着てみたいと思います。ちなみに、これは M サイズです。はい、はい、どうですかね。着てみたんですけど、ちなみに僕が身長177センチ、まあ体型は、まあ、細くもなく太くもなく、まあ、普通っていう感じですね。で、丈なんですが、まあ、こんな感じですね。まあ、一般的な大きさかなっていう感じですね。これ M サイズです。いいですね、いいですね。はい、ちょうどいいです、本当に。でね、僕ね、あんまりね、こういうカラーの T シャツ持ってないですよね。そうだね。青系は少ないんですよ。黄色とか赤とか、まあ、そういうのはね多いんですが、こういったブルー系コーンとかね、そういうのあんまり持ってない。ちょっと変わった感じですよ。見慣れないでしょ。見慣れないね。うん、どう似合ってる。いいじゃない。いい。これでも白いパンツとかかっこいいかもしれない。ああ、そうね。うん、ちょっと濃いね、青っていうかね、あれなんで、あ、いいじゃないですか。はい、いいですね。いいっす。これがツアー T シャツですね。ツアー T シャツ、ネイビー。ネイビーってことは他の色もツアー T シャツあるんですか。ないです。じゃあこれがツアー T シャツです。これです。はい、じゃあ次行ってみましょう。はい、お次はフォト T シャツレッドになります。はい、じゃあ見ていきましょう。よいしょー。お、どうですか。大好きな赤さん。そう、カズさんで言ったらね、赤じゃないですか。レッド、リーダーの色、レッドなんで。はい、お、いいっすね。あ、なんか、あ、かっこいいじゃない、これ。この写真のギター、何かわかる。このギターですか。ですね、これはレスポールでピックガードがついてるということは、わかりません。またリスナーの人から来るよ、文句が。来ないでしょこれ。 なかなか分かる人いないでしょ。松本さんだっていっぱい持ってるね。このね、ビッグガードっていうんですけど、これがついてるっていうのがね、多分ね、ヒントだと思いますね。はい、後ろは、後ろは何もないです。はい、これが、フォト T シャツレッド。はい、はい、はい、それで T シャツはこれ最後ですね。 V ネック、 V ネックシャツブラック。はい、それです。見ていきましょう。よいしょー。カズさん V ネック好きだね。好きっすね。なんかもう、首元がね、すっきりするんで好きなんですけど。あ、いいじゃない。これもかっこいいじゃん。かっこいいじゃんね。え、どうですか。いい感じですか。いい感じで、なかなかあんまないよね、ツアー T シャツで V ネック。たまにあるけど、あー、そうだね。そんな頻繁にはないですよね。だから、あ、結構いいじゃないですか。全然普段着ありですね。っていうか、今回のデザイン全部普段着ありですね。そうだね。あんまりむちゃくちゃなんか攻めた感じじゃないじゃないですか。ね、はい。攻めた感じって今まである？攻めた感じ、もろ分かるやつあるじゃないですか。火の鳥の時とかも結構攻めてるでしょ、火の鳥とか。あとなんかもろ松本さんが映ってるとか、もろ稲葉さんが映ってるってなるとなんかちょっとなってれるじゃない。そう、私はガンガン来ちゃう。ガンガン来ちゃう、火の鳥の時のツアーファイナルの T シャツとか。ああまあね、まあ人それぞれですね。はいはい。じゃあこれが、V ネックシャツブラック、合ってます？はい、はい、なります。こちらはないですね。はい、はい、そしてこちらが、パーカー L サイズ。よいしょー。どうですか、表はこのみたいなやつ。このマークってブルーズマンの CD についてた T シャツの袖についてたやつじゃないですか。そうだね。ね、ハウスストリングス。はい。ハウスオブストリングス。ハウスオブなの？オブって書いてある。あ、本当だ。オブってなってる。丸とここに F が隠れてる。なるほど。ハウスオブストリングス。すみませんね。はい。そして裏ですよね、肝心なデザインは。います。でででででで、じゃん。かっこいいじゃん。どうですか？うん、かっこいい。黒に赤っていう。ねえ。かっこいい。かっこいいじゃん。じょって言っちゃった。かっこいいじゃないですか。一応パーカーだけ着てみましょうかね。うん、その上から変わってますね。はい。はい、着てみました。どうですか？いいですね。うん、丈はこんな感じです。T シャツをね、普通に T シャツを下に着てるやつを出すとこういう感じで、ほぼ同じぐらいの丈になるってことですね。うん、で生地なんですけど、やっぱね冬とかじゃあちょっときついですね。サマーパーカーに近いかもしれないです、どちらかといえばね。まあオールシーズン、この上にまだなんか羽織ったりして着るんだったら、オールシーズン着るかなっていう。サマーパーカーでも夏にこれ着てたら暑いかなっていう感じです。ちょうどね、パーカー着るぐらいの季節に合う、そんな感じです。春、秋、もうちょっと過ぎたらだね、これからの季節。そうですね、今、9月入ったばっかりなんで、もう少ししたら、着て歩けるかな。これが、パーカーです。はい、はい、じゃあ次行ってみましょう。パーカーもう一つありましたね、XL。これは、視聴者さんのプレゼントですね。そうです。はい、以前ね、もう抽選を行ったんで、このグッズがね、発表された時に、プレゼントね、抽選その場で行って当たったんでね、はい、その場で購入しました。はい、いいですね、届いたんで、当たった方、しばらくお待ちくださいね。はい、はい、それでは次、スポーツタオルですか。スポーツタオルにしたらなんかでかいような気がしますけど、やっていきましょう。さい、はい、お、かっこいいね。でも稲沢のタオルもそれぐらいだったよね、大きめだったね。確かにね。スポーツタオルか。うん、マフラータオルだともう一回りちっちゃいんだね。そう、マフラータオルの2倍かな。なるほど。幅が。長さね。はい。幅が。幅？この縦ね。これ2倍。どっち？縦。長さ？小指方向ね。が2倍ってことでしょ。うん。およそね。いいじゃないですか。Here comes the blues man。松本ツアー2020、実際2021ですけど、いいですね。この色使いがいいですね。なんかちょっと淡い黄色に赤ね。これで何で着ますか？汗でしょうね。はい、お次はツアートラックです。厳重放送ですね、ツアートラック。はい、こんな感じですね。おお、かっこいい。いいじゃないですか。見えます皆さん。ブンブンブーン。ない、おかしいんだ。はい、これあれまたネタバレですね。まあいいんじゃない。はい、ツアートラックネタバレです。これがおそらく会場に泊まるということでしょうね。実際の実物のトラックを早く見たいですね。はい。はい。はい、お次はエコバッグになります。折り込んである感じかな、中に。そうですまた同じ形に畳めるか心配ですね。まずこのポッケにしまったやつを出しますね。ここに入ってたんですよ全部。でこうして開いていきます。こんな感じです。おお結構大きい。あでもいいね。大きいね結構、うん、思ったより。であれん、あちゃんとあります。ちゃんとあります。あこんな感じです。はい。で後ろ側のポケットになると。なのでこれをまたしまうときは折って、折りたたんできてですね、最終的に、ねこのよいしょよしょ、いいじゃないですか。こうしてこうして、ね、こうやって折りたたんでここのポッケにしまうと。はい、できました。こんな感じです。なかなかコンパクトなんですね。1個車に積むときもね、最近レジ袋有料で、はい、結構エコバッグ重宝されてるのでいいと思いますよ。よくあるもんね。あ、袋忘れたっていう時ある。あるあるある。なので、これ、良かったですね、買って。はい。エコバッグ。はい、次はバンダナになります。バンダナってなかなか最近使う機会ないよね。買う機会もないでしょ。はい。昔はね、バンダナってね、使ってたんですよ。あ、そう。はい。で、ペン、あ、こんな感じですよ。かわいい。かわいいですね。あ、いいじゃないですか。今度、ちょっと色使いが違うんですね。このパテーンでも良かったじゃないですか。いや、でもこっちの方がかわいい。あ、もうもちろんね。これでいいんですけど、お、いいじゃないですか。これね、ひらかまつさんですけど。どこにつける？こうですよ。ダメですよ。B'zのねツアーグッズを身にまとってそういう行為しちゃダメですからね皆さん。これをつけている時は、気高くね紳士淑女の行動をとってくださいね。はい、バンダナ。はい、お次がマグカー。はい、マグカップです。いいですね。開けますけど、前回いなさらの時は開けたら丸になってたんでここに絵があるわけなかったんですけど、今回どうでしょうか。同じです同じです。じゃーん、あれじゃーん、マグカップ。はい、こういうデザインですね。あ、下にちゃんとありますよ。なんて書いてます？ Here comes the blues man タック松本ツアー2020で、またバースオブストリームスのロゴに。なるほど、いいですね。かっこいいですよ。でね、皆さんお気づきですか？稲皿にもマグカップあったでしょ。はい、なんと持ち手が逆なんです。なのでウェーイみたいなことがやりやすいんですよ。うれっさーん、うれっさーん、古いなはい、これね、こう飾っておくのもいいですよね。はい、これ多分ちゃんと考えて別にしてるんだよねきっと。そうだね。多分たまたまじゃないと思うんですよ。おそらくこうやって両手でね、こっちでコーヒー、こっちでミルクティーみたいなできるようにしてるんですよね。こうやってこうやってこうやって違いますね。はい、まあこうやってね、おはようみたいな。はい、なんか、はい、じゃあ次は、ビッグ型ポーチでしたっけ。めっちゃちっちゃ。何これ。めっちゃちっちゃいです皆さん。ちょっとね、今からね、サイズ比較したいと思います。このね、普通の、ギターのピック。はい、これのね、サイズの比較をしてみたいと思います。はい、じゃあね、今ここに、ピック型ポーチ置いてるんですけど、ちょっとね、見てみたいと思います。うわ、全然何入るんこれめっちゃちっちゃくないこれ。ピックすら入らないじゃん。何入れるのこのポーチ。何入れるんですかこのポーチ。いいですかこのピックがですよ。もう一回置きますよ。ほらこのサイズですよ。やばくないっすか。うわ本当に、うわこれ何入れます。ピックも入らないって、お米を持ち歩くぐらいしかできないじゃないですかはい、いつものチ茶番でしたすいませんね。はい、じゃあ実際のポーチははいこんな感じです。でも皆さん思ってたよりちっちゃいんじゃないですか。ちっちゃいね。で手に取った方ね、ほんとちっちゃかったなと思います。ピックと比べますとやっぱりねこれぐらい違うんですよそうです。さっきのこれが普通のピックです。はい、これぐらいのサイズです。はい、やっぱちょっとちっちゃいですよね。実際何入れますか。ちょっと中見てみましょうか。中もこれね大した量入らないと思うんですよ。お札もねおそらく折りたたんで3つ折り4つ折りとかじゃないと入らないですよね。2つ折りじゃ入らないじゃないですか。なので完全な、小銭入れとして使うか、あとそれかもう本当にピック入れるじゃない。ああ、でもギターやってる人限定なんでしょみんながみんなねピック持ってるわけじゃないんで、まあでも確かにピック、まあ、ギターやってる人もピック入れるでしょうね当然。まあもしね、これ買ったよっていう方でね、私こういう使い方すると思いますとかね、してますっていうことあったら、コメント欄の方によろしくお願いします。はい、最後ですけどチャリティーピンバッジ、はい見ていきましょう。1個でいいですね。じゃーん、チャリティーピンバッジ見えますか。もうちょっと呼びますか。はい、こんな感じです。はい、でチャリティーピンバッジね、この色に塗ってあるかなと思ったんですけど違いますね。金色ですね。すごいピカピカね。うん、ピカピカです。かっこいい。このピンバッジかっこいいよ。はい、で、このピンバッジは全部で5つ買いました。で、1つは、ツアーグッズのね発表があった時に、1つ、プレゼントするっていうことね、その場で抽選してお一人は決まってます。残り4つの1つは、うちのものですね、まあ、1個は。で残りの3つを、今ね見てる視聴者の方に、プレゼントをしたいなと思います。はい、で応募なんですけど、この動画のね概要欄の方に、応募フォームありますんでね、まあ、買いそびれたとか買ってない、もしくは、まあ普通に欲しいなという方ねいましたら応募していただければなと思います。はい、チャリティーピンバッジです。はい、今回ね松本さんの、ソロツアー「Here comes the blues man」の、ツアーグッズ、商品レビューしてみました。やっぱりいいですね。全部買うっていいね。何の心配もいらないじゃん。買っとけばよかったがないからそうね。そうで買って失敗しても実際手に持ってもしまったらなんかそういう気持ちないよね。うん、買ってうわこれ失敗したなって、まあ普通の買い物ってあるじゃないですか。ネットでね物見ずに買って実際来てみたらちょっと違ったなとか。でもやっぱね推しっていうか、まあ、好きな人のねグッズなんで、うんまあ、何が来てもね嬉しいですよ。特にねこれとかね本当に使い道普通だったら困る、ちっちゃいなってなると思うんですよ。だけど、まあ、何かに使おうってねプラス思考になるじゃないですか。はい、なのでねやっぱツアーグッズはね買える人はね全部買った方がいいと思います。はい、はいはい、それでは今日の動画良かったよと思った方は高評価、あとねチャンネル登録まだの方よろしくお願いします。あと Twitter、Instagram やってますのでフォローの方よろしくお願いします。はい、それではまた次の動画で会いましょう。せーの、お疲れー、バイバーイね、せっかくなんで引きたいと思います。お、弾けますね。意外と弾けた。